限られますね。多分4台並びもあるっぽいな。だから4台並びと3台並びがあるのかなと思うので、まあいつも通りかな。とりあえず番号まだ見てないのでいきまーす。はい、え、あ、やべ、ケツやん多分、え、真ん中から後ろの方だと思います。50人くらいかな。選べなくない？え、あの、できれば北斗とかカバネリとか取りたかったんですけど、どうしよう、36番か。何行けばいいんだこれ。空いてる台しかないか。眩しくて目開かないとか。もう朝ということが眩しい。ただいまーす。いや、悩んだんですけどね、ゴブリンと銭形でもいいけど。あ、もう耐えてんのか。おはようございます。さあ始まりました、アヤスタイルでございます。というわけで本日も、勝率何パーでしたっけ。あ、50%か勝率 50% 以上を目指してやっていくんですけども、現状3点しまして、2勝1敗というところで、勝率 66% の女となっております。前回のエンディングの時にお話しさせていただいたんですけど、まあ、ゲストの方が来てくれた回で2人とも勝つことができたら前回の負け分が、前回でしたっけ、負けた、はい、前回の負け分がチャラになるよと、なかったことになるよと、帳消しになるよっていうことなので、とりあえず今日はどうしても勝たなきゃいけない。へこんだ時のダメージが少ないモンハンアイスボーンにしましたゴブリン行っちゃってさ、例えばさ5万、6万、7万、8万って入ったらちょっと取り返しのつかないことになってしまうので、見てるみんなもいや今日どう考えても負けやんみたいになるじゃないですか。もう多分30分あるでしょ動画ので、20分ぐらいまで見てさ、いやもうこれどうしようもない展開やわってなったらさ、もう美月は今日負けたなってなるわけじゃないですか。だったらもうちょっとマイルドなアイスボーンで、なおかつ、左に熊田耕作、右に、盾の勇者、一応熊田耕作が寝台なので、まあ、そこの並びワンチャンないかなっていうので、ちょっと撮らせていただきました、はい、楽しみながら打ってなおかつ1枚でも勝てたらいいなと思っております。ちょっとアイスボーンに関しては設定判別少々時間かかっちゃうんですけども、まあ、やって両隣の台見つつ、やっていきたいと思います。それでは早速実践いってきます。プロハンターあや、いきます行きます。はい、打ちます。モンスターハンターアイスボーンでございます。さっさアイアスタイルで打つのは初めてですね。あ、もうみんな打ってると思うんで、別になんかね、あーだこうだいらないと思います。じゃあチャンスゾーン目指しましょう。でチャンスゾーンから AT に入れると、まあ、設定差ある部分で言ったらあんまりね、なんかそんな大きな差がある部分ってそんななくて、アイスボーンでかい差で言ったら降格上がってからの降格保証ゲーム過ぎてから連絡抽選がされるんですけど、接着率に設定差が結構ありますね。ただまあジャック役からのジャンプゾーンの入りとかそんなもんですかね。とりあえずチャンスゾーン入れるためにはレア役を引かなきゃいけないんですけども、レア役を一切まだ引いておりませんで降格上げるにもレア役が必要になってくるんですけども、全く引けておりません。まずいですね。あ、一段ビンゴしました。一回ビンゴしたらマッサラになります。はい、
のプチピンコの 50% 外れましたと。あー、一回もチャンスゾーンやってない。はい、これは強チャンス目にいた分ですね。もう650ゲーム、未だに初回のクエストやってない。これがラストだな。出上がったな。やっと出会いました。初クエスト650ゲームでようやくですね。これ成功したら青7出てくるので、あ、できれば成功させたいですね、本当に。これを使うぜ。先落ちに引いた。逃げ時か。いやで、でも逃げ時食べてくれれば。とにかく出会い役を、ベル、子役を飛行の回です。緑でだいたい4割。当たった。赤まで行けば熱い。7割超えてる。さすがに大丈夫だとは思います。行きます。やり合ってる。なんで？なんでこっちなの？え、嘘でしょ？やばー。マジ？やっかまで行って外れたわ。外したことないんだけど今まで。いや外れるけどさ、めったに外れない。よし、999。おはよう、天井。やったぜ。はい、天井到達でございます。導水が28本ですね。まあ、防犯であれば全然まくれます。討伐し続ければいいだけ。いきましょう。バカい。外れてくれ。やばーねー。懐かしいね。月下思い出すね。天井行ってくるペッコ出てくるのね。ボルボロスか。得意ハンターは誰もいないが、あ、一番いない。作った。回復役。待って、まだ1ゲージも減ってない。あと3ゲーム。今それじゃない。あ、攻撃してよ。あ、ベル上段だったらな。早くない？ここまですごい頑張ってきたんだよ。102枚。いや、エンタちゃん、なんもない演出。ダメか。いやー、いやー、きつー。あー、ただレギュラー単発後なんで、あー、でも終了画面がな。普通だったから微妙だけど、一応1日本までマスター追加投資になるけど、3割ぐらいで1日本天井になってる。なしか。まあ、終了画面数だったもんな。あ、開くわ。
ンゴ文は見ます。リンゴ文見て考えようかな。どうするか。あ、出会えますね。これはこれは出会えますよ、モンスターと。これがラストだな。リオレイヤー、リオレイヤー頑張ってね。さて、どう出るか。黄色、赤外れたんだったら黄色当たってくれていいからね。クリアってる。こっちこっち、やりました。分かった。赤外したお返しですかね。31本で同点です。72ゲーム。ここ頑張ろう。バーいらないからね。なんでまたバーなのよ。バーしか見てないよ。ちょっとボルボロス、あー、リベンジしましょう。ボルボロスさん、本当にさ、無理だよそれ。また単発で腕特殊な画面じゃないから。でまたこれ128まで回すんでしょ。ああ。あーもう今日センスがない。本当に本当にセンスがない。アイドゥビンゴ失敗することあんまないよ。本当にセンスない。なんか一列に1台は6入るみたいなのもあったので、どっかしらにはあるんでしょうけど、オクトかな、またバンゼロかな。今んとこオクトとバンゼロっぽいけど、まだモンハンもう一回打ってもいいんじゃないかな。一応一列に1台以上は6が入る。全長朝一行っちゃったのがちょっとなーってとこはありますけど。ラージャン来た。ラージャンで、これはどう頑張ってもあの成功させるしかないです。ラージャンなかなか出てきません。これクエスト成功させたら大連続いけるんですよ。いくぞラージャン。はあ、トジリー2回くれ。通したから。競り合ってる。左。ない。頼む。やったー。わ、めちゃくちゃ嬉しい。
けなきゃいけないんですね。あー、ありがとう、打ってよかったよ。というわけで大連続いきます。なんで大連続で、うーわ、バー、いや今日バーしか見てないのよ、外れてくれ。くるっと早い。あ、討伐し続けることができればストックを使わずにストックをし続けられるというところですね。ここちょっと、全然減ってないって。麻痺させてくれ。よし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 。3回ここ超えてくれ。5回。で今日早いよ本当に。そんなことある？大連続入ってさ、あー、高設定しただ。今日もう全然ダメだ。もうダメ、ほんと良くない、流れ悪すぎる。流れとかあんま言いたくないけど、流れ悪い。これ5入ったら激アツなんですけど、セリエナ来るよ、5開けば。そこか、5じゃなかった。よしよし、5開いて欲しかった。サンラインビンゴの夢が。まあ、ただ2ラインなんでクエストには入りますね。
黄色だけど、何度も突破してきた黄色、いいぞ。よし、当たりました。黄色うまいな赤外したのに。よし、415ゲーム当選です。トス結構いってます。42本。結構いってんね。これ観光立てないと帰ってこないぞ。今日初めての7。あ、ようやく。ビリちゃん、さあ BJ とエリーいますんでやったりましょう。あー V 破壊した。討伐できれば刈り取りチャンス1個もらえます。討伐しましょう。あとちょっとで点灯。先行弾ゲーム数なくなってからなら強いけど、それまではそんなに強くないな。だいたい通常なんだよなね。頼むって。よし、落とし穴来た。これで決めてしまいたい。1回、2回、ここ越えれば3回。よし、行きました。あー、今日初めての討伐。ね、ハゲ取りチャンスね、もらったんで 50% で獲得できます。今日結構三段 50% 外してるんで、ここで取りましょう。よいしょ、剥ぎ取りチャンス。ボタンは青か。よし、オッケー。これでストック1個。レア役とか引ければねいいんだけど、引けるとき割と下パネル消えるんで、消えてないときはだいたい引けてない。オッケー、リーとアヤがいます。状態以上弱いモンスターだったらいいね。またバーカへ外れてくれ。つるっと、ヤンガルルがあってどうだったか。状態以上に別に耐性すごい、毒耐性すごい、全然毒んだね。来い、ジョー、ね、あー、なんか状態上になって、なんかさ、よし、来たー。マシチューとかはね、あのバーコード確定なんで。オッケー、大連続でこういうのやりたかった。しょうがない。黄色、うん、ボーナスか。プッシュボタン赤とかでボーナス出てきた大連続とかね、の可能性あるんです。
2連続でやりたかったねというぐらい急にちゃんと討伐できるようになってきました。できればここでレア役を引きたいんですよね。引いていく。あ、赤だ。え、赤でボーナスだ。のプッシュ、ボタンプッシュの色赤。あ、レア子役成立か。レア子役非成立なら大連続だ。まあ、成立しちゃってるんで普通に赤でしたってだけです。レア子役成立。ありがとうございます。すごいじゃんこんな奇跡がいい音するんだよね。あれね、レア役成立してなかった赤プッシュだったらでボーナスっていう画面だったらアイコンがねボーナスだったら大連続の可能性という感じですね。レア子役引いてたので本当に赤だったっていうところ で、そろそろヤバそう。待って、今結構耐えてましたよああ、ストック早速使っちゃったよ。うわー、ガンキンさん苦手なんですよね、私。ただ、アイア得意ハンターだったはずなんで、はい、アイアもガラテアさんもいるから頑張ろう。強いんだわ、ガンキンさん。あ、ベル引けてない。レア役なら、硬いのよ、裏眼鏡。OK。ね、ため攻撃。はいや。はいや。あとちょっとなのよ。ああ、ちょっとなんで急にベル引けなくなるの。やめて。頼む。ガラテアさん攻撃して、あーよし、あーよかった。うわ、危ない。ギリ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 です。リード赤だな。ブラキさんか、あ、違いや、ミノバルト。あー、強ちゃん詰め。ノータル爆弾か。そろそろ転倒なのよ。これで転倒しない。まだか。けどよし、 50% だよ。 50% を取ろう。あ、
るか。で、即3つに戻りましたと。もう出てきてほしくないよ今日バロバロス本当に勝てないんだ、さっきから。これでいたでしょ。オッケー、やっと晴らせましたボロボロスをようやく討伐できた。耐えろ耐え今のは厳しかったね。これ多分一気にいけると思うんだけど、はい、いけたんじゃないですか。よし、あとは 50% 取るだけ。剥ぎ取りチャンス。ずっと今のところ全部取れてるよ。ボタンは青。ああついに取れなかった。ああここでレアヤクいけば一緒。さすがにいけなかった。バー結構きついんだよな。あーバロ、あーところはそこは揃うとこ。買いましたね、ストップ。やだばー、もうばーやだー、ばーだらっけ。頑張れー、みんな頑張れー。転びますか。よし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 、最低5回続いてくれないと無理よ。3回、ここ超えてくれたら。あー立て直した。立て直す瞬間にピンチやめて。あーすっごい萎えたな今の
なんで、なんで終わった瞬間に発電引いちゃうの。2070枚もストックないはずなので、2070枚で終了です。はい、あー、まあ、エティ終了後は保証のない広角に行くんで、保証ゲーム基本24ゲームあるんですけど、 AT 終了後は保証ゲームないので、いっか、開けて、これにて本日の実戦は終了とさせていただきたいと思います。ギリギリ勝ってるのかどうか、多分プラスだとは思うんですけど、はい、終わりたいと思います。お疲れ様でした。というわけで最後店内の方回っていきたいと思います。バンデロ朝良さそうに見えたけどダメだったのかな。絶景が出てますね。1台ドレスに1台はロックがあるみたいなので、まあ、ここだと新花火か花火絶景がいいのかなと思います。どっちか、まあ、絆がおそらく入ってるんじゃないかな。北斗がね、意外とちょっと辛そうで、で角台はすごいいいんですよ、北斗ね。もう初当たりこの角台だけもうぶち抜けてるんで、あ、さっきこの角はあると思います。でこっちこの熊田工作1台チェリーでの解除がめちゃくちゃ早いので、ゴロありそうですって打たれてる方は言ってました。あと演出が可愛くて離れられないって言ってました。でもしかしたらこのセンコレ1台でようやく回り始めた戦国無双3、ここ並びかもしれないです。と盾の勇者、盾の勇者は朝からずっと粘ってるんですよね。でまだそんなに回されてないけど、この角2のハッピージャグラーが軽いです。13の10で92分の1これ1台ありそうです。はい、こんな感じで、まあ、今日も店内盛り上がっておりました。実戦終了、お疲れ様でした。わー、ありがとうございます。無理にわーとか言ってやらせちゃってはい、というわけで、本日モンスターハンターワールドアイスボーンを1日打ちまして、結果からいきたいと思います。投資の方が42本、結構いきました。相当入れてんな、よく考えたら。はい、で枚数にすると1932枚ですね。で回収が2118枚でしたので、プラスの186枚で終了でございます。と、いやー危なかった。今日負けたらね、あのゲストの方来てくれた時に両2人とも勝ったら、この前回の負けなしでっていうお話がね、すべてパーになるところでした。私のモンハンに関しては設定的に言ったらおそらくないんじゃないかなと思います。わかんないです。はい、ただまあいいとこで言ったらアイドゥビンゴ出てきたっていうところだけなので。で私の台の隣の熊田工作が良かったですね。なんでちょっと粘ってみたんですけど、あれは単品かなと思います。ガン、星3つ。というわけで4戦やりまして、今日無事勝利を収めましたので、現状勝率 75% となりました。だいぶ好成績なんじゃないかなとは思います。ゲストのね、手助けいらないかもしれない、このままいったら。嘘です、必要です。必要です。全然必要です。今日はね、本当であればちゃんと立ち回って抵抗設定積もってプラスにしたいところではあるんですけども、まあ、今日は気合でなんとかなったというところで、最後の最後まで諦めずによくぞ頑張ったと思ってくれた方、ぜひ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。というわけでこれにて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。